はちょっと時間いいかな。お近づきの印にって思って。はい、これいろいろとお土産を持ってきたんだよね。徳島が誇る最高に美味しいお茶菓子だよ。あ、けどそれそんなに長持ちするお菓子じゃないから、できれば今週中くらいに食べちゃってね。それでもってこっちはお砂糖の干菓子。これは別にいつ食べても大丈夫かな。つまめるから仕事の合間に甘いものが欲しい時にどうぞ。そう、その通り。今四国で最も勢いのある地域だよ。ちっちぃ、徳島のことを知らないなんて人生の9割くらいは損しちゃってると思うよ。大事だよ。私の人生はそれくらい潤ったし。食べ物はこれくらいだったかな。あ、そうそう、次は、はい、これ。そうだよ、いい紙でしょ。私は日本一じゃないかと思うんだけど。気に入ってくれると嬉しいな。それからこれは、ふぅ、これで一通り渡せたかな。いや、生ものはダメだから絞ったつもりだけど、それでも結構多くなっちゃったね。私の徳島愛はまだまだこんなもんじゃないよ。本当は徳島の幸をもっと持ってきたかったんだけど、さすがに東京までだと運ぶのに無理があったからさ。それはもちろん、私が大好きな徳島の魅力を伝えるためだよ。どうかな、こう今あげたお土産で心の中に徳島への愛が目覚める気がしない？いっそ徳島に住みたいって思わないかな。そっか、残念。まあそのうち気が変わるかもしれないし、とにかくこれからよろしくね、隊長。